千早茜白金の葉。舞台は戦国末期から江戸初期にかけての石見銀山。男性社会に翻弄されながらもしなやかに生き抜こうとする女性梅の生涯を描いています。一歩道光のとこにいてね。母親に束縛される二人の少女、出会いと別れを繰り返し大人の女性となった時、二人は何を選ぶのか。なぎら優、何時星のごとく、変わっていてもいいじゃんと思わせてくれる作品です。小川さとし、地図と拳、読み終わった時の達成感と小説感が何とも言えない作品です。雫井修介、クロコダイルティアーズ。この嫁は夫を殺した悪女なのか。読んでいる間ずっと不快な最高に面白い疑心暗鬼ミステリー。